軍兵衛の反逆の裏にある真実を探るため、夜を待って城に忍び込んだ。そして思いもよらぬ真実を突き止めた。軍兵衛は藍染めの村を乗っ取る策略を自白した。だが奴は己の強欲さに支配されていただけではなかった。軍兵衛は宮口久蔵に操られていた。そしてその宮口久蔵こそがオロチに取り憑かれた男。この手の老いぶれた浪人たちはオロチのせいだとほざき、人間の邪悪な精神がしでかした悪行を認めようとしない。そして軍兵衛はこの私に解釈を務めるよう懇願してきた。願いを叶えてやった。藍染めの村にとって真の恐怖。かつてこの男の一族は蝦夷よりはるか遠い北の地で名声を誇っていたが、将軍様の統治により消滅した。偵察のカラスによれば、奴は今廃墟となった蜘蛛の巣城にいる。はるか高台にある虫一匹寄りつかない不毛の地だ。九蔵を南の地へ向かわせたのは煮えたぎる怒り。ケンシロウ、九蔵はお前を狙っている。そして我々嵐一族が奴を仕留め、藍染めの村に正義を取り戻そうとしていることも知っている。嵐家は将軍様をお守りするためあの男に立ち向かわねばならぬ。欲望に狂った男に共に立ち向かうのだ。我々の任務は正義を貫くこと。藍染めの村の名誉に誓ってこの戦いを終わらせねばならぬ。今夜隠れ家で会おう。影が我々を目的の地へと導いてくれるだろう。我々の威信にかけて戦うのだ、ケンシロウ。してきた嵐一族の真の後継者である。お前を探し出すためにな。ただの人間を前にして我々はひるまんぞ。この世は我々のものだ。お前のものではない。嵐の息子よ。こんなクズを守りたいのか。こんな弱者に我々の存在をかき消されてたまるものか。死ね貴様。
春。弱者にすがっているがよい。我々は闇へなど落ちぬ。この体は滅んでもお前は我々を倒すことはできぬ。なぜなら我々は人間に取り付いて離れないからだ。人間の弱さがある限り、そこに我々は存在し続ける。本当だったのか、ケンシロウ。私は父上のもとへ急がねばならぬ。我が主君より指示を得たらすぐにお前のもとへカラスをやる。お前の強さは間違いなく我々の遺産だ。お願いだ。これが軍兵衛の頭ならわしはもう将軍様に合わせる顔がない。そんな単純なものではありませぬ父上。何を見たのだ。この腕の主は八つの頭を持つ影をまとい、あと一歩でケンシロウの命を奪うところでした。つまりお前は闇を見たのか、ヤマタノオロチよ。もし闇が影を覆い光へと近づけば、さらに恐ろしい事態が起こる。行きましょう。人々は不朽の神に力を請うた。そして我々はそれに応え続けた。我々は憎しみ、悲しみ、嘆きの中にある。
世界の頂に立ってみせよう。の息子よ、オロチは再び我々の元へやってくる。わしのこの年老いた体ではもう戦うことはできぬ。ケンシロウ、お前がこの戦いを制するのだ。我々一族の後継人としてこの刀で本来あるべき場所を取り戻すのだ。影が我々を目的の地へと導いてくれるだろう。我々の威信にかけて戦うのだ。